そもそもあるその原材料としての質みたいなのが多分存在すると思うんで、だから俺はここで宮本さんそういう短距離とかの方が得意なんちゃうかなって聞きたいわけ。おこんばんは、歌ラボのお時間です。塾長須田駅と銀ちゃんです。よろしくお願いします。はいはい、111でございますけども、はい、はい、新年2本目の動画っす すね、はい、どうですか年明け。おみくじ引いたみたいですけど、くじがこう2時間近く並んで末吉っていう、こう何とも言えない結果になったんで見なかったことにしてます。で何だっけ、お賽銭しようって、そう、お賽銭をこう入れようと思ったらなんか風に飛ばされて全然変えてない、風に吹かれてってなったやん。ちょっとスタート良くないですね、まあ、いいんじゃないですか、はい、ここから巻き返していきます。ここからでございますけど、はい、皆さんもよろしくお願いします。今回はですね、エレファントカシマシさんでございます。ずれてる方がいい、エレファントカシマシデビュー30周年記念コンサート、さらにドーンと行くぜ大阪城ホールテイクでございます。この曲は、まあ、大好きです。あ、カラオケでたまに歌うって聞いた。あ、そうですね、ええ、人からで人からとかもっぱら人からで、これ誘ってくれない人からでこうドーンと、宝にしないと、そこドーンと歌う曲で、へ、割とライブでも結構定番曲というか。あ、そうなんやね。人気の曲です。へ、いや、めっちゃかっこいいなと思って、うん、ちょっと僕奥田民生さんとか好きなんで、うん、なんかコードの運びとか、やっぱこうちょっとロックのさ、うん、こう民生さんもそのコードとか用意動くよねみたいな感じありましたけども、うん、はい、まあ、今日は割とその口の開きとか、うん、まあ、そういうところがちょっと面白かったなみたいな感じあったんで、うん、はい、はい、よろしくお願いします。冒頭っすね、はい、あかりそめの夢でもうないよりはマシさーの、うん、さーの口の指導やね、これ開き方、はい、マイクってさ、はい、こうマイクのこの先あるでしょ、うん、丸いのあれグリルって言うんですけど、はい、グリルをちゃんとここに乗っけてるから、うん、口開けた時にさ下顎落ちないでしょ、うん、こういけるじゃん、うん、これ結構ね口開きやすい人おすすめなんですけどね、うん、下顎下がるとやっぱ響き落ちるんで、うん、やっぱマイクのグリルでここでちょっとホールドしてグオーって開けていくみたいな、だから上に開いていく指導がすごい綺麗やなって感じで、うん、でその次のフレーズやね、流したいかな、流したいってフレーズのその表情筋の落ちない具合ちょっと見てほしい、ね、はい、これがええんすわ、これがええ。流したいって結構下がりやすいの、こういうメロディーが加工していくときってさ、うん、表情筋とか一緒に落ちやすい、表情筋ってこのほっぺたね、ほっぺたのせっかくリフトアップした流したいのガーぐらいの母音のところから結構下がりやすいよね。イグゼエビバディって結構その喋り系でいくから、うん、やっぱ特に落ちやすいのね、うん、でもやっぱそこをやっぱちゃんとキープして歌ってるっていうのが、うん、まあこう歌のお見本じゃないかなみたいな、うん、表情筋下げないっていう、やっぱここメソッドはすごく大事、うん、でよくそのうちもレッスンとかやってると、はい、最初このブルルルルっていうのがさ、うん、すごいこう なりにくい人がいるわけね、うん、やっぱり男性でそうだね、30代とか40代の方ってやっぱ最初こうパーンって発声練習じゃあやりましょうかってなった時にこのリップロールって言うんですけど、このリップロールがなかなか鳴らなかったりするんですよ、うん、でそこで表情筋のトレーニングとかしてはちょっとストレッチとかしてトレーニングしたらブルルってなるんですよ、うん、だから表情筋が硬いっていうことはもうほんとろくなことないみたいな感じあるんで、だからやっぱその一回上げたやつを落としてこないっていうのも結局そのキープできてるっていうセンサーがいるんで、だからその最初のこの口の開きからもう上がってますよね、表情筋が上がってるんで、で流したいっていうところで落ちてこないっていう、でその流したいのその最後のおーっていうところまでのその響きのキープ、響きのキープってこれ難しいですよね、音程の世界じゃないんですよ、うん、なんかその鳴りみたいなところなんで、宮本さんって結構上の鳴りが綺麗になる人なんで、一回こうパーンって使った鳴りをこう
そう簡単に落としてこない人やから、それってやっぱ基本的にはやっぱ表情筋が上がってることで、表情筋を上げれるっていうことはやっぱ口の開きっていうのがしっかりこう上から開いてるみたいな、この動きがやっぱしっかり取れてるからこそ表情筋っていうのが落ちてこないんじゃないかなって僕は思うんですよ、ね、上がってるね、上がったまさで残ってるよ、このうーいえやね、はい、うーいえってで、イボインとかってこう、まあ、ほっぺた上がりやすいんですけども、うん、だからイで上げに行かないのね、うん、うーの後の音で行くでしょ、うーいえうーいえって行かない、うん、イだけでパンってほっぺた上げちゃうと口の前が先開くんで、うん、喉上がりやすいよね、だからうーの後ろでしっかり作っといて、うーいえーって鳴らすみたいな、このイメージかなって思いますけど、うん、どうですか、イボインとかエボインのあの横開きみたいな難しさ。いやー、なんて言ったらいいんです、やっぱりこうイメージだとかに引っ張られちゃうって、その表情筋キープとかってこう割とこう言葉で聞くと、うんうん、まあそこおればいいんやろみたいな感じなんですけど、実際こうフレーズが入ってくるとどうしてもこう引っ張られ、響きだとかこう音程だとかに引っ張られちゃうんで、うんうん、あ、そうやな、はい、E と A ってこうなんか早撮りしやすくない、うん、なんかもう前で鳴らしたいみたいな感じあって、ちょっとこう取り急いでしまうみたいな感じがあって、やっぱここのこのうーでしっかりこうもう準備が終わってんのよ、ね、うん、もうここさえも入れ、あとはイエーっていうだけやからみたいな感じやな。だから宮本さんのやっぱりこのイエーとかさ、うん、エビバディっていう時のこの響きあるやん、うん、あれってやっぱりなんかこう高揚感ある声いつも出しはるよね、やっぱそれってやっぱり表情筋がしっかり上がってて、うん、こうやっぱなってるからやと俺は思うんで、うん、じゃあ表情筋上げれえんかって言ったら難しいよね、喉の奥が開いてるからこそ表情筋のリフトアップはこう理にかなってくるみたいな感じがあるから、この辺のそのジャッジがすごく難しいかなみたいな、だからこのうーこの練習しかないよね、ここは難しいけど、でやっぱイーとエーあんまり練習しすぎると喉くるしね、ね、このイーってこのめっちゃここでここ上がってくるもんね、そう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 、どうしてもこのイントがギャーって上がってくるから、うん、なるべくこのイーって下げるときもイーってこの下げてからいきたいもんね、うん、この感覚っていうのはすごく難しいかなって思いますね、うん、これね、旅の道というのは消えない、ここいいね、要は、うん、結構息量が一定でずっとこうはっきり出してるんですけども、うん、よくさこう歌唱力、はい、歌うまいよねとか、うん、呼ばれる部分の要素ってこう、はい、結構何やと思う、歌うまいっていう材料って何なのっていう、あ、歌うまいとは、うん、歌うまいなっていうその判断する基準、うん、あ、まあ、でもリズム感はもう一番大事だと思ってて、で、まあ、ピッチとか、そうやね、音程、ピッチ、リズム感だから抑揚的な部分、声量とか、そうやね、そういった部分、ああ、でももうこれがもうドンピシャですよ、要はリズム、ピッチ、音量で、音量の中に 細分化させていったらいいよね、うん、要は単純にボリュームが大きい小さいなのか、うん、息を膨らましてそこを飽和させていくのか、うん、フォーカスをもっとシャープにしていくのかっていうところになってくるから、歌唱力って呼ばれるようなところは基本的に俺は息の強弱やと思うのね、息をどんだけ吹き込んでいけるかみたいな、うん、要はこうフレージングの中でこううわーってこう膨らましたりとか、あのうーんってこう減らしていったりとか、うん、よくあるじゃないですか、でそういうところなんですけども、でもやっぱりこれって一周回って一定に出せるっていうことも歌唱力やと俺は思うんですよね、うん、息をずっと一定に持っていける強さって、うん、僕はそれ表現だとも思うんで、うん、なんかまあもうずっとさ全部のフレーズが一定やったらそれはもう意味ないけど、うん、でもここのフレーズって
宮本さんずっと息量がこういって、うん、でしかも割とシャープな声ずっと出してるっていうか、うん、はっきりした声ずっと出してるよねっていうところなんで、僕はやっぱりこの一定に息を出せるっていうスキルもやっぱり一周回って歌唱力やと思うんで、うん、でもうそんなロックやってるんで余計なテクニックいらないんですよ、うん、だからドーンっていったらいいんで、ってなったらこうパスーンってまっすぐ走った時のそのまっすぐの綺麗さみたいな感じかなみたいな雰囲気はする、うん、だからまっすらしないみたいな、ツーシームしないみたいな、フォーシームですっげえ綺麗な回転で飛んでくるみたいなさ、やっぱ雰囲気なんで、だからこれがこう男らしいしロックっぽいし、うん、草野さんとかもそうじゃない、スピッツ。ああ、そう、ずっとこう。そう、ビブラートかけないじゃん。うん、こう、ふーんとまっすぐ進んだように声出していくよね。うん、でもあの人ってなんであんなに息心地いいかって言ったら、息多いからやんか。息多いの中の一手作ってるやん、ずっと、うん。っていうのが俺はいいなと思って。うん、でスピッツはその特にそのサウンドがロックな音入ってくる中で、うん、あの息量でずっと一手で歌うから、不思議な音なるよね。うん、なんか塩梅がこう、塩梅がもうスピッツになってしまうっていうさ、うん、感じはあるから、でまあミスター・チルドの桜井さんとかは結構割とバラードの時は息を強弱するし、うん、結構その音程をこう正規の音程に入れてこなかったりするじゃん、うわって上げたりさ、うん、うんって下げたりとか、なんかその音階で言ったら楽譜上ではもう細かくは記されないようなその音遣いっていうのをよくされるし、で宮本さんも結構やるねんけど、宮本さんが例えばこの今3名、はい、ね、ボーカリストがいたとして、はい、やっぱり長けてるなって思うのってやっぱりボリュームとまっすぐ歌う力なんよね、うん、ここがやっぱりなんかこう骨太ロックみたいな感じの象徴になってるんちゃうかなみたいな、うん、だから逆に宮本さんが歌うスピッツ聞いてみたいみたいな、いや本当に聞いてみたいです、めっちゃ面白そうじゃない、ね、なんかロビンソンとかどうなんだろうなみたいなでもやっぱ染まっちゃうんですか、宮本職人。いや、なると思うけどね、ずっとこう息一定で出せるから、あの人、うん、だからやっぱその腹圧力やと思うんで、うん、ね、僕がよくこのは、ね、配信でも言ってるけど、このやっぱお腹のこのキープ力やね、このやっぱそれってやっぱ姿勢の良さもあるし柔軟性もあるし、あとはやっぱり筋量っていうところのそのバランスがすごくいいボーカリストなんで、やっぱ息一手に出せんちゃうみたいな、で息一手に出せたらさ無理せんでやん、そうそう、だから無理せんでいいから他のところに意識持っていけるよね全部ね。で宮本さんやっぱその一定では全部歌わへんっていう美しさがあるよね、まあ、荒いとこは荒いっていうさ、だからこうバンドもビチビチにやってないやん、うん、はい、でこの歌歌ってるやん、はい、めっちゃええな思って、うん、かっこいい、そう、これがさすげえなんかこうテクニカルのバンドがやっちゃうと、うん、嘘つけよって、いやけど、だからエレカシってその決して全員の音がぴったり揃うわけじゃないけど、でも揃ってない美しさが絶対あるんで、うん、グルーブとかさバイブスとかさ、うん、まあ、そういうところやんか、内容が人間臭いようなところみたいな、うん、なんかそこがやっぱり俺エレカシの魅力やなってやっぱり思うんで、いいよね、でもきっちり歌えるとこ歌えるっていう、だからもうずるい、非常にずるいボーカリストやなと僕は常々思ってますけど、うん、だカバーとかねやっぱ聴いてるときはやっぱ丁寧に歌うフレーズはたくさんあるけど、やっぱエレカシでちょっとこうギター弾きながら鳴らすとこう荒いというかね、音楽的には荒く聞こえるけどでも感動しちゃうっていう、こう不思議なね音出しありますよね、マイマイス、ここ明日に向かうぜ、あー入り綺麗やな、なんか宮本さんの特徴をなんか俺最近やっぱ分析するのやって、もう一個見つけたんやけど、ク、はい、ーってほっぺた開けて口開いていくでしょ、はい、戻るときめっちゃゆっくりやねんな、いつも。ゆっくり。そう。うわーって次歌い出すみたいな。うん、なんか、ファーンって上げて、プッて戻ってくるんかなって思ったら、意外とこの最初に空いていったスピードを守ってくるみたいなさ。だこれ、やっぱりな、やっぱ力まへんと思うねんな。ああ、柔らかさな、ね。そう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 。だから、音の出口とのアタックとしては遅いのよ。やっぱり遅く返ってきてるから。うん、でも、その遅さが、そのグルーブになってるから、うん、その、リズムの打点がおかしいって全然思わへん。綺麗に発声はなってるから、うん、ただ、こっちの、この、口の形状を変えていくのが遅いだけであって、
宮本さんのなんか癖かな。桜井さんとか早い。へーってあげてパッて戻ってくるから、あれって結構ブレやすいのよ、うん、でもパンパン声が前に出てくるから、うん、いいっちゃいいよね。メリットはあるわけ、あれも、うん、でも小宮さんとかこうガーってこうゆっくり上げてでこのスッと戻ってくるの。アスカさんに似てんね。あーなるほど。そう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 。玉木さんとかは結構クッて上げてフッて戻ってきたりするんだけど、うん、で俺も割と早いのよ戻んの、うん、フッて行ってパッて戻ってきたりするから、うん、だからこうメリハリが強いのよ、うん、俺は特にね。でも宮本さんとか飛鳥さんはこう一回開いたスピードのまま帰ってくるから、だからこの力まないんでしょうね戻った時に、うん、だから次のフレーズがその次の1音目っていうのが柔らかく入れるっていうか、もうやっぱ余計な力み作らないんで、うん、特にここって明日に向かうぜあーって直接入ってくるじゃん、うん、であの時もちょっとぜって上がってこうやって戻ってくんねんけど、こうパッて戻ってけへんのよ口の開きっていうところが。ここがなんかこうちょっと見てて独特やなと思って、うんうんうん、ゆっくり開いてゆっくり戻ってくるみたいな、うんうん、って感じ。あでもやっぱそのアプローチってやっぱり力まへんよなと思って。早いってことはその分力使ってますもんね、どっかしらは。そう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 、うん、早く締める場所を作ったってことやから、うん、でも音としてはメリハリの音がすごく出てくるから、うん、音の切り替えとかは絶対そっちの方が素早いよね、うん、だからどっちがいいとかはないのよ。だから力まなかったら別に早く行ってもいいし、うん、なんかこう歌ってて次の1音目がどうしてもブレちゃう人とかいるじゃん、うん、なんか最後歌い切ったけど2番の A メロちょっとこうどうしてもああなんかフラ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 ってなってフラッとしてから入ってくるみたいなさ、うん、ああいう時って結局ふわーって歌ってゆっくり戻ってきたら意外といけんじゃんみたいな、うん、っていう感覚はちょっと今あるんですよね、うん、結局そのね筋肉運動じゃないどうしても、うん、だから戻すんゆっくりしてんのってやっぱり僕は理にかなってるなと思って、僕はちょっと新しい発見あったんですよ今回ね。早く動かした方がリズムタイトになるよなと思ってたから、うん、でもその別にタイトにすることが一番いいわけじゃないから、特にこういう曲って結構こう緩いロックっていうか、うん、重たい系のビートじゃん、ドーンドーンドーンって入ってくるから、全然そういう口の開き方したとしてもその遅れることはないっていうか、遅れることがなんかいい味になってるみたいな、うん、例えば今の口の開きでサウダージとか歌ったらどうなのかなみたいな。あのポルノグラフィティとか、ポルノグラフィティとかって結構音が結構角が多いでしょ、うんですね、ってなった時にあの口の開きで歌えないと思うのよ。だから結構開きっぱなしにしてるかとか、うん、こういう動きがなかなか取れないんじゃないかなとは思うから、だから宮本さんの歌うポルノグラフィティとスピッツが聴いてみたい、うん、いや本当にどんな口の開き方にすんのかなみたいな感じはするけどね、うん、っていう感じかな。ここやっぱうまいよね、このしててものとこね。でしって時ててもってなった時にさ、そのもう明らか声の場所変わるじゃん、うん、でもなんか宮本さん結構これ普通にするやんか、うん、普通にするやん。でも、ね、やっぱボーカリストのセオリー的には、うん、もうちょっとグラデーションあってもいいんじゃないみたいな感じあるけど、うん、ドーンってミックスの音入るから、うん、まあだからやっぱりその、声区の移動あるでしょ、うん、はい、この、要は声区っていうのはこの首とかね、うん、この口の奥とか、こう頭の上とか、こう移動させていくんですけども、だから宮本さんって、口の開きは遅く動くんだけど、はい、声区の移動は早いのよ。だからはーっこのはっってすぐ入ってくるみたいな、でもはーってこうゆっくりない。あすかさんはゆっくりない、声区の移動もゆっくり、口の開きもゆっくり、でも宮本さん口の開きはゆっくりやけど声区に行くの早い、ね、これなんでやと思う。声区に行くのが早いっていう、例えばはーってこうパンって出せるやんかあの人、はい、でもあすかさんはそういう音色絶対出さないじゃん、伸びてくるじゃんもっと、うん、はい、あの違いはこう何で作ってるかみたいなさ、息のスピード、そうやね。だから飛鳥さんはマラソンランナーみたいな筋力 筋肉の質なんや、うん、要はチキンが強いってやつ、うん、で
宮本さんは速筋が強いから短距離とかあっち系の筋肉がすげえ発達してるから生育が早いんやと思う俺っていう。だからあの歌やってる人とかも俺とかもすごい短距離がめっちゃ早かったから生育の移動早いのよ。それって多分ね筋肉の質なんよね。だから飛鳥さんみたいな生育で行きたいなって思っても俺は向いてないわけよ。アプローチを取れたとしても自分のその必殺技として使えないわけ、要は変化球の3つ目のボールぐらいしか使えないわけ、でも自分の得意技っていうのは短距離系の筋肉やから始動が全部速いのよね、スパッて動くのが速いから腹圧の速度がパスンって速いってことなんで、どうしてもその制空に移動してくる音っていうのが速くなるってこと。だから俺が歌うと、まあ、例えばエレカシの歌やったりミッシルの歌とかが歌いやすいわけ、スパーンって上に上がるから。でもやっぱりこうゆっくり制空変わっていく人っていうのは俺はすっごく苦手やもんね、やっぱり。でそれはスキルじゃないっていうことで最近気づいたのだから。ああもうもともとこう、もともと自分のあるその筋肉のその質やと思う、性能的なもの。そう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 、だから自分で見極めた方がいいよね、私こっちタイプやなみたいな。だからマラソン得意な人ってやっぱりその別にマラソンが苦じゃないわけ、俺のマラソンがめっちゃ苦手なんよ。もうだから 50m とか俺もう5秒だったからね、うわ早っ、早かったから、でも 100m 走とかなってきたらなんかその学校で2番目とかになる。あでマラソンになったらもう後ろから数えた方が早いみたいな感じ。だからそれって性格的な部分もあって、集中力が長いこと続かないマインドプラス要は速筋の方が強いってなったら、もう瞬間最大風速系の声じゃないとやっぱりいけないから、やっぱロック系のボーカルは向いてると思うね、やっぱり。でもマラソンランナーが得意ってなったら結構スローなゆっくりな曲歌えると思うし、だからここをそのストレッチストレッチストレッチってばっかりで柔らかくするってことももちろん大事なんだけども、そもそもあるその原材料としての質みたいなのが多分存在すると思うんで、だから俺はここで宮本さんそういう短距離とかの方が得意なんちゃうかなって聞きたいわけ。おあどうなんすかねっていう、だからそのスピード系のトレーニングあるやんか、あっち系の方が得意なんじゃないかなっていう、なんかほら一回反復横跳びがどこかでしょ、めっちゃ速かったっていうのは、だからやっぱ瞬発的な筋肉がやっぱすごく発達してるんやと思ってるんですよ、だからこのミックスのハイトーン行くのが宮本さんになるっていうか、ということは、歌やってはる人も短距離が得意なやったら追いかけることは絶対できるよねみたいな、でもマラソンがすげえ得意ってなったら違う制空の移動するアプローチの場所から行った方がいいんじゃないみたいな、変に めちゃなことやってしまうと今度機能がおかしくなるんでっていう、なんかそんな感じはすごいしたかなみたいな、口の開きゆっくりやけど制空の移動早いっていうさ、こうちょっと摩訶不思議なこの動きしてるよねっていう、だから誰にも似てないんじゃないかな、やっぱこうリンクしてない、その口の開きとその移動の速さが、セオリー的にはだいたいつながると俺は思ってるのね。やっぱり遅く行ったら遅く行った分だけ息って乗ってくるの遅いと思うんだけど、宮本さんこう遅いけどフッて上がってくるみたいな、この不思議な移動するよねっていう感じはあのしてるよね、はい。歌手って割とこう速筋系のイメージ強いからそこ鍛えるためとかなんですかね。ああどうなんやろうな。ただロックボーカルとやったら俺やっぱショートダッシュやった方がいいと思うんだよな、短距離で。うん、ショートダッシュなんか10本を3セットやるとか、でマラソンするってなったら普通にその持久筋をつけたいから、その体力をつけるっていうだけでやってライブの体力、そうでも発声で必要な筋肉っていうのはやっぱりその息を押していくのってその筋肉運動じゃん、どうしてもパッてなるから、でもそれってやっぱりそう自分の持ってるそもそもの その質やと思うんだよな、得意な方と不得意な方ってあると思うから、そういうパーンっていくのに憧れると。でも自分はマラソンむっちゃ得意やったみたいな感じになった時に、なんか追っかけても難しいと思うよね、やっぱ、まあまあありますもんね、こうそれぞれポテンシャルというか、そうだってあなたの得意なとこ別にあるからって思うから、だからそれでなんかその自分は練習してもできひんって諦めるのはちょっと違うかなと思うよね、やっぱ、いやそれちょっと待ってみたいな、それ結構筋肉の質の問題かもっていう感じ、それは俺はあると思うんで、だから逆に言えばその要はそのマラソン系の筋肉を鍛えるんであれば、マラソンしてたらいいしね、でもそもそもの得意な場所があるってことだよね、
だそこを自分 の,、まあ、そのカードとしてフレージングっていうのは実はさばいてるはず、気づいてないだけで、うん、でも結構俺はそういう筋肉の質って大きくやっぱ作用してくると思うんで、例えば俺の筋肉系やったらそのどんなスポーツが合うのかとかさ、あるじゃん。ほんならこのポーンっていく系の動きが一番いいってことやから、テニスしたりとか、ね、あのバドミントンとかバレーとか、あとやっぱこうパパパッパってバスケとかさ、ああいう系のやつやるな。だから基礎体力とか違うこと、パフォーマンスする時の筋肉の質感みたいなんてあるじゃん。だから俺はなんかそういうとこってすごい大事なんかなって思うかな。そう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 、確かにそんな気します。うんうん、なんかこう過去のこう野球部の子とカラオケ行った時の声とかこう思い出すじゃないですか今。うんうんうん、やっぱりなんか速筋系というかこう立ち上がり早いですね。そう、めっちゃみんなそうやったから、そう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 、だからこう野球部の子で歌うまいよねっていう、うん、それはなんか中腰でその要は腹式で声出してるっていうのもあるのかもしれないけども、うん、そもそもそのスポーツの中で鍛えてきた筋肉っていうのがこう瞬発系の筋肉が多いから全部、うん、だからやっぱマラソンとはまたちょっと違うよね、またね、うん、動きってね面白いよね、はい、だ歌ってじゃあどっちいんのってなったら、うん、やっぱロック系をガンガン歌いたいとかワンオクロックとかさ、うん、歌いたいなって思うのやったら完全にやっぱりその短距離系の筋肉をちょっと養わないと、うん、あのパーンって高い声を強く出せないっていうところは俺はあるんで、うん、どっちが得やん。いや僕割と短距離、あほんならやっぱり立ち上がりが早い歌やと思うから、うん、その声区がゆっくり動かないこととか、うん、ミックスボイスのグラデーションの部分のリーチが長いとかは、うん、そんなに気にせんでいいんじゃないかなって思う、うん、だからそこをめっちゃ綺麗にしてこうフィューって伸ばしていくんじゃなくて、完成点意外と見えるけどもう早すぎて分かれんっていう感じであの押し切った方が楽なんやとは思うけどね、やっぱりっていう宮本さんを分析してていろいろやっぱちょっと気づいていくわけ、うん、やっぱアスリート系やからさ、その体の使い方とか筋肉の発達が、うん、ってなった時に俺はやっぱりその短距離タイプっていうかそっち系の人やろうなって思いながら、うんね、だからファンの人はよう知ってはるよね、多分長年ファンの人はね、ま、コメント欄でいろいろ今までのインタビューとかさ、はい、ってなるから、うん、僕はなんかそんな気はするから、この、しててもっていうそのミックスに立ち上がるあのこうパチンって切り替わる速さっていうのはそういう筋肉の質、まあ、速筋と呼ばれるようなところのやっぱ発達してる人の独特のフレージングなんちゃうみたいな、うん感じでしたね。ね、今の形式とかもそうじゃない、うん、パチーンって変わるでしょ、はい、ミックスに。そうそう、だからあれは、まあ、そういうことなんやと俺は思ってるけどね、なんでもいいかしら。いや結構よくやります。いやもうやばすぎるやろ。かっこいいね。かっこいいっすよ。マジでかっこいいよね。マジでかっこいいっすね、本当ね。ああ戦いにこだわって、破れ行く定めだとしても移ろうこの世間にはずれてる方がいい。もう俺ここ大好きやね。いいっすね。口のこう開きみたいな部分はこうずっと言われるじゃないですか、こう基本的に、うん、でもその戻しの部分にフォーカスしたことなかったんで、はい、なるほどね。めちゃくちゃこう面白かったですなんか参考だった、はい確かに自分のその口を閉じていくスピードなんて考えたことないもんね、はい、うん、いや俺もないっす、うん、俺もないけどちょっと分析して思ったかな。すごい面白い発見あったな今回、だからやっぱその息のコントロールがやっぱちょっと卓越してるよね、その一定に出すだとかそのスピードを作っていくとかのそのなんやろうね、まあ、その息の使い方のレベルがすっげえ高いって感じする。やっぱりだからやっぱり事故らんねやろなみたいな、息がちゃんとしてるから声は出るみたいなさ、感じで声の音色がちょっとボケてしまう時はあるけど、でも
その出してる息の質が高いから、うん、もう絶対事故にはなれへんっていうフレーズがさ、最後とかもうバテてるやん、うん、バテてるけど、あれがそのミステイクに見えへんというか、うん、いやもう全然あれがなんか宮本さんのなんかかっこいいみたいな音やから、それってやっぱり俺やっぱ息のやっぱ質やと思うな、うんうん、やっぱ息の質ってすごい大事やなって、ちょっとこのテイクキーと思いました、ね、ずれてる方がいいんですけど、ずれてないところも必要やなって思いました。そうそうずれすぎてたらもうあれ、そう成り立たないんで、そうだからずれへんように生きてるっていう中心点から考えてずれてる方がいいよねって思う感じやなって思ったんで、ただのずれてる人やったらそれめちゃくちゃやん、歌い方ももう全部さ、そうそう、ね、はい、だからそれはちゃんとしようとしてるっていうところの中にあるずれてる方がいいっていうメッセージかなみたいな、一方心がある上でっていう、そうそうそうっていう、だから型破りと一緒やるんだからね、あ、そうそう、型なしじゃなく、そう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 、型なしじゃなく型破りみたいなところかなっていうふうには思いましたけど、うん、はい、いや面白かった、いや、次何しようか、いや僕だこの前のコメント欄でも一個あったんですけど、うん、僕こう最近ずっと聴いてるテイク、あの神様俺よっていう曲があって、めちゃくちゃいいです。マジで、それはエレファントカシマシさん、エレファントカシマシの、あ、だからあれです、あのイージーゴーのアルバム、あ、違う、ウェイクアップ、ウェイクアップってアルバムに入ってる曲なんですけど、うん、へえ、そうなんや、個人的にめちゃくちゃ好きな曲で、ほんと、はい、ちょっとチェックしてみようかな。もうみんないっぱい書いてくれるから、もう全部曲名覚えられるんだ。割と覚えにくい曲名。でも、あ、この見たことあるこのタイトルみたいなとか、うん、まあチャゲアスさん最初やった時もそんなんやったから、うん、曲数多すぎて、その分かれへんくてみたいな、うん、ねえ。モナリザの何やったっけみたいな、迷宮の何やったっけみたいな、なんかそんな感じをね、いやーでもほんま面白かった、いや今日もなんかめっちゃええ発見いっぱいあったな俺の中で、やっぱやればやるほどこうちょっと ね、 見えてきますね、解像度が上がってくるよね、宮本さんってすごい魅力的なね、もうやっぱりアーティストさんやなってつくづく思ったし、アーティストでありアスリートであるみたいなところの、うん、やっぱ一流ってそういうことやね、それが2つあるから一流っていう感じはするんで、全然むちゃくちゃにしてる人でも全くないっていう感じやね。まあでも紅白見た人とかはやっぱり初めて見た人びっくりするんじゃん、いや、なんか友達もめっちゃ良かったって、なんじゃこの人ってなるよね。やっぱりそのやっぱ見たらみんなすげえって絶対なるんで、やっぱりちょっとね、今年はエレカシも行きたいしね、皆さんもかね、会場に行ってちょっと興味あるけどっていう人もね、ぜひライブにね、やっぱライブ最強、ライブかもうえぐいんで、俺もまだカバーしか行けてないけど、はい、やっぱすげえライブするね、やっぱね、ずっと第一線で残るアーティストさんってやっぱライブが一番いいんで、ライブ力がやっぱすごいなって思うかな、満足せずに替えの効かないライブする、いや、そう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 、もうこの人しか出ないっていう、あれがいいよね。でまた行き終わった行き終わったでまた行きたいなってやっぱ帰り道になるし、うん、っていうやっぱりすごく魅力的なやっぱりアーティストやなって思いましたね、はい、僕は結構割とアスリート観点でも話してますけど、うんうん、だからやっぱそのねプロを目指すっていうところもやっぱり両方いるよっていう、うん、そうですねやっぱりそう感性だけじゃ無理やねっていう感じは、うん、やっぱフィジカルが大事、うん、いや、なんで元気があれば何でもできるっていうのと一緒で、いやだからこう元気じゃないと、あ、なるほど、動かないと体が楽器ですもん、錆びてたら無理、ね、そう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 、いやと思うねんな俺はやっぱりね、うん、って感じなんで、なんかね皆さんの参考になればいいですしね、うん、またちょっとでもこのエレファントカシマシファンがね、このチャンネルを見て、うん、そんなすごいことやってんだこの人みたいな感じでまた好きになってもらえたら、まあ僕らもう嬉しいですよ、ね、いやもう本当に、はい、なんでまたよろしくお願いします。はい、てな感じでございました、はい、告知のコーナーです。 LINE アットがありますのでぜひお友達追加よろしくお願いします、今年の3月の10日に横浜で歌のワークショップやりますんで、前回と前々回は見事売り切れでやらせていただきましたんで、またぜひ遊びに来てください。でそしてうち音楽スクールなんで、ちょうど1月から
あの入会金無料キャンペーンをね、うん、3月の、31日までかなやってるんで、まあ、今年ちょっとなんか新しい習い事したいなとか、うん、ちょっと歌うまくなりたいなっていう方はぜひ、お得な期間になっておりますのでぜひお問い合わせください。そして私のライブは、1月の27日が名古屋でライブしますね。久しぶり名古屋、久々かんだけど、うん、6年ぶり、うん、5年ぶりぐらいやと思う、多分行きますんで、ぜひね東海地区近辺の方はお会いしましょう。そして3月の9日は、東京三軒茶屋でライブがありますのでぜひ遊びに来てください。そしてこの動画のコメントにて感想リクエストお待ちしております。動画の高評価チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた来週木曜日夜8時にお会いしましょう。塾長津田駅と銀ちゃんでした。ありがとうございました。